はい、皆さんこんにちは、辰徳です。今回この動画では Amazon のアカウントを作成する方法について解説紹介していきたいと思います。はい、それではですね、早速ですが、今ここに映ってます iPhone とここに映ってます Amazon のアプリを使って、その Amazon のアカウントを作成する方法について解説紹介していきたいと思います。で、この Amazon のアプリはですね、今ここに映ってます App Store のアプリから無料でダウンロードすることができます。 App Store のアプリ開きまして、画面右下の検索のタブをタップします。で、この検索窓のところで Amazon と検索をしていただくと、上の方に出てきますこの Amazon ショッピングアプリというやつですね。これをまずダウンロードしてない方はダウンロードしてください。で、今回アップデートというのが私の場合ありましたので、一応アップデートを行っておきます。それでインストールが終わりましたら、その Amazon のアプリを開いていきます。はい、それで初回ですね、 Amazon のアプリ開きますと、おそらくログイン登録の画面が出てくるんじゃないかなと思います。で、まあ仮にですが、そのログインの画面が出てこなかったという方は、その別の場所からですね、ログインをしていきます。まあ例えばですけど、今回の場合ここにおすすめを見るにはログインしてくださいというのが出てきていまして、このホーム画面のところからもログインができるというような作りとなってます。で、それ以外の方法としては、これ画面右下の3本線のとこタップしまして、そこに表示されてくる画面をスクロールしまして、一番下の方にですね、サインインというところがありますので、そこをタップします。そうしますと、先ほど表示されてきたログイン登録の画面となってきます。で、 Amazon のアカウントをこれから作るという場合には、このチェックマークのところを上の方に合わせてください。それでですね、すでにそのアカウントを作ってるという方はですね、その時作ったメールアドレス、また携帯電話番号をここに入力して、次に進むという方を進めていってください。で、今回はそのアカウント作成という方を進めていきます。で、名前を入力しまして、そうしたら次にですね、携帯電話番号またはメールアドレスを入力します。それでメールアドレスが入力できたら、パスワードを設定します。で、ここにルールが書いてありますが、半角で入力、6文字以上を使用してくださいと書いてあります。で、パスワードを入力しましたら、ここでですね、メールアドレスを確認するというところをタップします。そうしますと、今入力したメールアドレスの方に確認コードというのが送られましたので、そのメールを確認しに行きます。で、今回私 Gmail を使いましたので、その Gmail のアプリを開いていきます。それで Gmail の方を確認しましたら、このような形で確認コードというのが来てますので、このコードを覚えてですね、その先ほどの Amazon のアプリの方で入力していきます。で、入力ができたらアカウントの作成というところをタップします。はい、というところで、今特にログインができましたとかいう表示が出たわけではないんですが、ログインができたようです。で、その状態を確認するには、この画面下の方にあります人のアイコンをタップしまして、ここにですね、先ほど入力したお名前が表示されてきていれば、サインインとそのアカウントが作成されたことが確認できます。